すごい。初夏の風物詩、アカシアの花です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。青森といえば、有名なのはリンゴの木、リンゴの花だと思うんですけども、この季節にですね、もう一つとても有名になる花があります。それはアカシアです。アカシアだってなかなかないんだよね。河川公園にやってきました。よくね、川端に生えているという話は聞くんですが、なかなかないんだよね。これも違うね。花が咲いてないもんな。あれがアカシアの木かもしれません。めちゃめちゃ甘い香りがします。爽やかな甘さ。一見すると藤の花にそっくり。いやー、どれも満開だ。この辺はもうだいぶ開きすぎちゃったんだけど、こちらはね、まだ咲きたてほやほやって感じです。結構身近にあるんだね。豆科なんですけど、大きな木になってます。しっかり根っこを張ってます。道の駅に行くとですね、だいたいこの花房が2つぐらい入って1パック500円くらいで売ってるんですよね。これぐらいがちょうどいいかな。バラのようなトゲがあるので、要注意ですね。こっちにもすごいトゲ。トゲがあるってことは毛虫がいそうで嫌だな。慣れてくると結構あちこちにあるのがわかるね。ここにもあった。ああ、すごい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 。アカシアだらけ。これもアカシアの木じゃない？おお、玄関のところにもあった。はい、一回見つけてしまうとですね、わあ、ここにもだ、ここにもだっていう感じでたくさん見つけることができました。こっちもアカシア。こっちもアカシア。こっちにも咲いてるし、こっちにも咲いてるし。すごい、アカシアの香りがプンプンする。道路の両脇にアカシアの木があります。山の上にもアカシア、公園にもアカシア。いやー、この山なんか全部アカシアだね。これをどうやって食べるかというと、さらっと薄衣をつけてですね、天ぷらでいただくのが一般的なんだそうです。こんな感じですよ。Thank you.